次の2点目は八つ咲きヤマタのやつが来るという作品になります。タイトル引用踏んでて僕は好きでした。タイトル長いんだけどスッと入ってくるなっていうところで、なんかここはすごい面白いなと思いました。あとですね、シンプルながら情報量をなるべくうまく伝えるっていうのはすごいいいことなんですけども、ゲームの規模感が分かりやすい方法で書かれてるんですよ。これ面白いなと思ったのが価格っていう部分ですね。就活用なんで、これ実際商品として売るわけではないんですけども、値段っていうのは必要なさそうに見えるんですけども、この700円っていう金額のおかげで、このゲームの規模ってこのぐらいの規模なのかっていう風にイメージしてこの先見ることができるんですよ。そうするとフルプライスの時とまた違った視点でゲームの中っていうのを見ることができるんで、そんな効果があるというのは僕もあまりはちょっと気づかなかったので、ミニゲーム的なものを想定している志望者さんはここをね300円とか700円とかそういった価格設定を当てはめることで良い形で先行する側に伝わるかなと思います。まずですね、このゲーム内容なんですけども、これすごい素晴らしいですよ。まずもうゲーム画面があるじゃないですか。どうやって遊ぶのか、頭の中ですぐ動かしていけるんですね。最初にゲーム画面があるのがとてもいいです。ほんと素晴らしいなと思いました。操作方法なんですけども、まあ指が書いてあるので胴体から頭を引き出していくようになぞるんだろうなっていうのも一発で伝わりました。もうそことかほとんど文字で書かれてないですよね。それを伝える力があるっていうのも、企画を書かれてる方はゲームのそういうところを表現する力、伝える力っていうのがあるのかなっていうのは感じられました。そしてまあタワーディフェンスはタワーディフェンスなんですけども、頭を配置するんじゃなくてその道中に首があるっていう点も、まあ、タワーディフェンスとしてはすごいならではの要素になっているので、そこもちゃんと生きているなと思ってました。なんか単純なタワーディフェンスになってないですよね。本当に素晴らしいです。まあミニゲームでありながら、まあ少しロジカルに考えないと成立しないゲームになってるんですけども、こういったゲームの題材を選択したところも、先行者側としては好感触になるんですよ。なぜかっていうと、ゲーム制作ってすごいロジカルさが大切なんで、この人そういったことを考えられるんだってことをね、アピールできることに成功してます。なので、こういった形でまとめるのは、一つの良い例としてお伝えできればいいかなと思っておりました。次、このコンセプトの書き方ですね。先ほどいかにこのゲームでどういうことができるのか、プレイヤーにどういうワクワクが届けられるのかっていうのをコンセプトに書くといいよっていうふうに伝えたんですけども、まさにこれがですね、そうなっていて、直感的な操作と短い時間の中で思考するハラハラ感と戦闘が決まった時の喜びというふうに書かれていて、何を指したいのか、そのためにどういうふうに書いているのかっていうのがすぐ分かって、これも素晴らしかったです。次にですね、ここまでだと単なるミニゲームなんですけども、まあ、そこに対してどういった要素が載せられているのかっていうのをまとめられているページですね。ページ構成としても、まあ、完璧なんじゃないでしょうか。単なるもうミニゲームに終わらずに、まあ、頭が成長したり、まあ、特別の力を持ったりといったゲームの広がりにも触れてるんですね。フィーバータイムっていうのがあるのもすごい良くて、これがあるとゲーム内に緩急が生まれるんですよ。で、緩急が生まれると一つのゲームの中で盛り上がりが作れるので、割と飽きにくい、眠くならないゲームになるというか、緊張するところが出るし、快感を味わえるしっていうところですごい良いので、フィーバータイムそこまで考えて設計されてる人にしたら、なかなかの人だなというふうに思いました。多分十分合格点なんですけども、もう一言言うならば、これ実際に首を伸ばした時どういう遊び方ができるのかイメージできるお題というか、一つのステージをちょっと示してもらえるとより評価が上がるかなと思います。そこでちゃんと遊び方ができるってことが確認できるだけでいいかなと思いました。あと自分の中でゲームを想像してみた時に、もう最初から8つの首をね全て扱うのはなかなかハードル高いのかなというふうにちょっと思いました。で、8個分の頭を全てマス目に沿って移動させるのってマス目も相当細かくなりそうなんです。マス目が細かくなると今度タッチとミスとかも起きやすくなって、そうするとちょっとプレイフィーリングも悪くなるかもなっていうふうに思ってます。で、多分この8っていう数字はヤマタノオロチ伝説から来てるから8だと思うんですけども、本当にその8とゲームシステム上として快適に遊べる頭の数っていうのが果たして一致しているのかっていうのは考えるべきポイントかなと思うんですけど、こういう話は普段プロの現場で僕がしてるような話です。その話ぐらいしないとプラスアルファにならないぐらい基礎はよくできてるかなと思いました。で、例えばまあやり方としてはね、最初は首が一つでステージ進むに従って首を増やせるよってなったりすると、お客さんの喜びもねそこで追加できると思うんで、まあ、そういったアイデアの乗せ方もいいかと思います。これ最後のページなんですけども、まあ、基本的に最後にっていうところでこういう形で終わらなくてもいいんですよ。ページ数っていうのを、まあ、なるべく少ない中でたくさん情報量を入れると、こういうふうに最後にという形でこのゲームはこういうゲームですってことを書く余裕っていうのはなかなか作れないんですね。こういうページはなくてもいいです。ただこの形
の場合は、本当にきっちり4ページ使って、うまくゲームを説明しきって、5ページ目にこれを入れてるんで、そういった意味で文句なしです。この作品もお手本になりますよと話してるんですけども、どうしても短いページ数にまとまりきらなかったら、この最後にっていうページはなくても成立しますので、そこは安心してください。一つポイントなんですけども、この方、すごいイラストに凝って作ってるわけではないんですよね。割とそのマス目に記号的に、ワードの記号で書いてる形の図形とかが並んでいるんですけども、絵を上手い必要はないです。絵が自分があまり描けないからといって、あまりそれをね、引け目に感じる必要はないです。こういうふうに記号的なものでも十分伝わりますし、十分あの見てる側としても、この人と一緒に仕事してみたいと思えるようなものになりますので、そこは、はい、安心してください。